宮内庁は6日、天皇、皇后両陛下と長女愛子様が5月に栃木県の御料牧場で静養された際の写真約20枚を公開した。ご一家でサイクリングや野菜の収穫を楽しむ様子のほか、天皇陛下が皇后様や愛子様、牧場の風景を自ら撮影した糞も含まれる。写真は、愛子様が竹の子を掘る姿、レタスやミニトマトを収穫するご一家、 牧場の動物と笑顔で触れ合う様子など。陛下は、馬の頭を撫でる皇后さまと愛子さまや、夕焼けに染まる南大山をカメラに収めた。このほか、4月に催された春の園遊会で、両陛下が招待者の現代美術家横尾忠則さんに見せた飼い猫の写真も公開した。